こんにちは、クルトノアです。はい、今回は、まあ、今見ての通り、今ベースだけやってる状態の、まあ、ほぼすっぴんって感じなんですけど、あのプロの方にメイクをしていただこうという企画ですね。私あの普段いろんなメイク動画とか上げてるんですけど、自分でやったりして大体、まあ、同じような変化もないような感じなんですけど、プロの方に伝授していただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします、佐々木です。一応 SNS とかで、この佐々木がささっと簡単にできるっていうのと、好きな人の心に刺さるっていうのをいろいろ混ぜ合わせて、ササメイクっていうのを、ササメイクっていうのを知ってたんですけど、その意味があったのは知らなかったです。一応ね、3つぐらい意味があるんですよ。はい、直すだけです。緊張するわ。人前に出ることってあんまないんで。トーク力めっちゃあるんですよ。本当ですか？いや、ありますよ。ちゃんとトーク力あるメイクさんが周りに多いんじゃないですか？そういうこと？僕どっちかって言って陰キャなんで。ちょっと眉毛描いてみてください。はい。めっちゃいい返事。めっこれ本当は普段なんかあのケープみたいな描けるんですけど、見栄え上描けないでやりますね。これ最初になんか溶かすの意味あるんですか？え、だいたいヘアメイクさんがやってるこういうのって人気ですよ。本当ですか？はい、怒られるけどね、僕たぶん。確かに。あとだいたいなんか最後こう仕上がった後にここね、こうやって触ってるじゃないですか。この雰囲気これ何もいいんだ。だいたいさっき言ってもでも自分で最初直すんですけどね。そうですよね。だいたいこうやるじゃないですか、うん、やる。だいたい意味ないですから。はい、こうなってると ここら辺が太くなってくるじゃないですか。そういうのを上げとくっていうのは多少だったりはしますけど、で気持ち僕ね、眉毛濃く描くんですよ。なんか眉毛濃い方が今っぽいと思ってるっていう、今っぽくおしゃれになりやすいなと思ってるっていう。なんかね、気持ちを内側に持ってってあげた方がなんか鼻が高く見える気がするんですよね。シャドウも入れるんですけど、うん、なんかもともとここら辺に影あるじゃないですか、人のっていうか骨格上の、それが繋がってるのってここら辺な気がするんですよ、うん、なんで ここまで持ってこの影があるところの延長線上で持ってってあげた方が、あーなるほど、そもそも眉毛描くだけでここの影がもうちょっと濃く見えるような気がするっていう気がしてて、ちょっと中に入れます。もうこれ私じゃできないよ。いやいや、これ内側入れてたらどんどん内側いきますもん。で、眉毛の一番の悩みってなんか左右揃わないっていうのが一番、まあ、よく聞くんですよ。いや、本当に揃わない。で、眉毛なんて左右揃わなくていいんですよ。そこ、うん、そこですか？揃えたいんじゃないですか、みんな。揃えたいじゃないですか。うん、揃えたい。でも、友達の眉毛とか誰かの眉毛見てこの人左右違うなと思ったことみんなないはずなんですよ。あ、ないわ。でしょ？ない。なんでみんなそこまで本当に気にしてないんですよ。なるほどね。眉毛ってで、それよりも例えば金髪なのに眉毛黒いとか、うん、色合ってない方が気になるんですよ。気になる。え、な超気になる。本当に一番大事なのって色 で、その次に気になるのって本当ここなんですよ。ここの高さが揃ってないとかの方が気になるんだけど、みんな左右揃わないのを ここら辺を気にするうん、ですよね。前山とか前尻とか、でそこら辺基本見てないんで、基本的には眉毛まず色が大事で、まあ、髪の毛と同じぐらいの色で仕上げたりとかが大事で、この次は眉頭の高さとか位置をちょっとちゃんと揃えてあげて、眉尻は割とどうでもいいです。で眉毛ちょっと濃いめに描いてあげて、アイシャドウ薄くしてあげると今っぽい抜け感みたいなのが出やすい気がしてます。なるほど。なんか説明させてください。犬みたい。そうでしょ。眉毛描いて犬みたいになる。超犬みたい。最終的になんとかなるんで、なんかとりあえず流してますけど、本当は大丈夫かどうか心配でしたみたいな。うん、ザ眉毛ですよね。ちょっとリップクリーム塗ってきます。コツありますか？コツはなんかブラシ選び結構大事だと思うんですよ、眉毛描くときって。ほぼアイシャドウのブラシ描いてるんですよ、こういう、ちょっとカットしてるやつで描いてます。でやると割と柔らかく色を塗ってくれるので、
なの。今日の眉毛みたいな割と濃く描くときは、濃い色を柔らかくのっけるっていう。柔らかい色を濃くのっけると結構濃いんで。ああ。濃い色をふわっとのっけるみたいな。おお。感じでやることが多い。ああ、納得。よかった。オレンジブラウンっぽい感じでいきますね。はい。アイシャドウとかって何色ぐらい使います？4。あ、4も使う。4、5とか。すごい使いますね。使います。混ぜてるからかもしれない。ああ、なるほどなるほどなるほど。一応 SNS 上では3色混ぜて決めてるんですよ。へえ。はい。でも簡単に見せたいんで。確かに3色で見れれば。そうね。アイシャドウグラデーションが苦手だっていう人とかがすごいなんか多いんですけど。うん、なんか明るい色使わないっていうのが一個ポイントな気がしてます。え？明るい色を使わない？僕はねなんかアイシャドウ4色パレットとか、うんうんうん、あと左上とかにある色って基本なんか一番明るい色あるじゃないですか、うん、あるで、あれをみんな最初塗るじゃないですか。塗ります。あれが多分いらないんですよ。え？いらないんですか？あれが重要だと思ってた。あれがでも本当に一番いらない。これ怒られるよねいや、怒られないですよ。個人的にいらない。へぇー、まぶたに陰影とか立体感とか彫りみたいなのがみんな欲しいがあるじゃないですか、うん、割とアジアの方の骨格ってのっぺりしてるんですよね、うんうん、なんでその立体感が欲しいんですけど、基本的に出っ張ってるんですよ、うん、目とかあの肌のこの凹凸みたいなのってボコよりも出てるところが多いんですよ。なのに明るい色をのっけるってことは出すんですよね、前に。あいつか何出してきたらダメって思ってるっていうのが個人的なあれで、一回明るくするから色の幅を出してグラデーション作んなきゃいけなくなるんだって。暗い色しか作らない使わなければわりかしグラデーションは簡単に終わるはず。へえ。これみたいな割とメイクを簡単に仕上げたい人とかは明るい色使わないでもここの一番最初薄い色でノーズシャドウも入れちゃうっていう。やばっ。メイクで時短はでかい。それでもなんとなくここら辺の陰影を全部つけちゃいたい。本当だ。え、違いある。あるでしょ。ある。よかった。ある。しかも自然な感じである。だから若い子のメイクっぽくはないんだけど、ちょっと大人向きなメイクかもしれないんだけど。結構このアイホール全体と、もうここから目頭の方からノーズシャドウも入れちゃうっていう。ノーズシャドウだけやるってなると、そのノーズシャドウだけが浮いてたりすることも結構多いから、ね、これアイシャドウと一緒にやると自然な感じの影とかできる気がする。基本的にこっから下げるじゃないですか、ノーズシャドウ。うん、下げる。なんだけど、ここから吊るしたいんですか？吊るしたいってすごい表現悪いんですけどここを奥まらせたいんですよね、この辺りを、全体を。で、ノーズシャドウと、アイシャドウと眉毛っていうのは基本繋がってた方が綺麗な気がするっていう、個人的には。うん、ノーズシャドウ入ってるでしょ。うん、入ってる。なんかすごい、ここがすごいでしょ。で、この時にここに眉頭がちょっと内側にあった方がいいのよ。確かに、合ってる。なので、明るい色使ってなければ、あとここら辺は適当にやってもグラデーションになるから。ここら辺は締め色もふわっと際に乗っかってれば、うんうんうん、涙袋結構明るい色使いますよね、多分ね。使います。ね、結局使わなくてもいいですか？え、いいですよ。初めて、初じゃない。本当ですか？本当はね、ハイライトも入れないと僕あんまり。へえ。なんかハイライトよりはシェーディングの方が大事だと思ってる、最近は。うん、暗い色だけでグラデーション作ってあげるみたいな感じの方が個人的には好きです。こんな普段のメイク知らないからなんだけど、そっちの方がちょっと大人っぽい感じで、うん、ブリッツビューラーがやってもらうんですけどね。はい、私の役目ビューラーをお任せした方がいいんで。
たまにその時あげないブームも若干あったりするんですけど、うんうんうん、僕もあげたい派なんですよね。あげたい。そのブームには乗らない私は。のは乗らない宣言しておきます。大丈夫、私は乗らない絶対に乗らない。服装とか大人っぽいですよね。本当ですか。うん、だからお若いと思ってて聞いてたけど、結構大人っぽい人いると思ってちょっとシェーディングをやっていきます。はい、シェーディングはね、軽くでいいような気はしてます。え、本当ですか。え、そんなにいつも買ってるの。え、シェーディングなんかしっかりやってほしいです。へえ。顔がこう大きいのが嫌だから、こう窒息シュッて見せてほしいっていつも言ってます。あ、へえ大きくないですよ、そもそも。大きいですよ。いや、本当に一回外出た方がいいと思う。身長も伸ばしたいんだよね、みんな。私どうやって伸びるんだろう。ジャックハンマーっていう人から結構あの男にしか分かんなくてごめんなさい。痛い行くガチじゃん。男の人しか分かんないね。でもめっちゃ好きですよね、多分ね。そう、男の人めっちゃ好きなのよ。そのメイクの濃い順みたいなのでいくと、リップが一番濃くて、眉毛、アイシャドウを、チークの順番で薄くなっていくみたいな感じのバランスが好きです。そう。アイライン引きます。下地を塗ります。下地ってやっぱ塗った方がいいんですか。なんかね、これは結構色の塗りが良くなる気はしてます。どこなんですか。あのマックのやつ。あー、みんな持ってる。そう、なんかマックで使われてるのこれ説あるんですよね。確かに、大体持ってるみんなにそれ。これ意味ないやつだ。みんなこの前髪薄くしたいけどどうしたらいいか分かんないみたいな。確かに確かに。これ、ね、みんな失敗したと思ってもね、こうドヤ顔してるのが大事なんですよ、マジで。みんな分かった？そこら辺を多少こう横に持っていくとかっていうなんとなくはあるんですけど、他はもう本当にあの私これで合ってますけどっていう顔してくのが大事。そういう顔しよっけ、今日それで歩こう。そうこれで合ってます。だからなんであの雑誌のああいう前の目する人とかハマるかっていうと、みんな合ってる顔してるじゃないか。そんな顔してないでしょ。してない、堂々と。なんでおしゃれに見えるんですよ、多分。確かに。だからこういうのはおかしいよ。これはどやれない。どやれない。直しちゃう。これさすがにこれはやばい。どやれないんだけど。どやれない。これに多少こう入ってきたらもうどやれんだよ。確かに。どやっていいのよ。それで最後ここら辺を適当にいじってれば、あの出来上がった風に見えるんですよ。確かに出来上がり。そう。で、ちょっと眉毛濃くしてるんで、前髪ちょっと薄くしといてあげた方がいいはいいんですよね。うん。はい、全部が濃くて、うんうんうん、すごいアイシャドウとかも塗ってもらってる時にすごい私重ねて重ねてとか多いんですけど、うん、佐々木さんに全部メイクしてもらったら全部サササササって感じなの。全部ササ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 
基本的にメイク全体的にこう陰影をどうつけていくかっていうのをやっていくと こんな感じになります。メイクの場合は眉毛をちょっと濃くしてあげるとか、アイメイクに明るい色使わないで、奥まらせててあげるみたいな感じのメイクをしていくと、こんな感じで抜け感のあるメイクにできると思います。すごいドストライクだから、私今内心めちゃめちゃ超テンション上がってます。超テンション上がってるけどウェイとか言えないから、パリッ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 パ
なりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな感じで今回はプロの方にメイクをしていただくという企画だったんですけど、言えた今。言えた？いただくという企画だったんですけど、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。